はいどうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回は、はい、こちら見ていきたいと思います。今から約20年前です。はい、今回はタカラトミーさんの2000年の株主優待限定企画セット、さあこちら見ていきたいと思うんですけど、早速ねちょっと中ね何かというと、はいこんな感じ。はい、メッキ車両がもう並んでおりますがね、上からメルセデスベンツ A クラスにトヨタプリウス、そして日産スカイライン GTR ですね、これ34ですね。はい、こんな感じで20年前30周年記念の時のね株主優待はこんなギラギラのトミカがね株主の皆さんにね配られました。いいですね。トミーグループは新しい遊びの価値を創造することで株主様にとって夢のある会社であり続けたいと考えます。トミードリームエナジーで、ちょっとね余談ですけど、今年50周年のね株主優待のトミカはまあちらほらこうツイッターとかで噂で回ってるんで、ここでは明言しませんけども、気になる方はちょっとねそちらね見てみてください。えって思いますからね。はいさあそれではね見ていきましょう。まずちょっと外のね外観の様子ですが、ね、箱はねはいこんな感じになってますね。はい、青ベースでちょっと、ね、金のこうフレームがついているようなデザインになってます。で背面ですが、はいこのようになっておりまして、トミカでこちらね30周年のロゴですね。これ結構見ますよね。で順番にねこれそれぞれのね車両がこうなんで選んだかっていうね理由とかね書いてあります。まあ、気になる方はここでちょっと停止ボタンでもねパシッとこう押していただいてね読んでみてください。で株主優待なんで、こちらねもちろん非売品なんですが、私はあのリサイクルショップでこれ確かに3000円ぐらいで購入しましたね。さあでは続いてトミカの方ね楽しんでいきましょう。はい、一応ね中古なんで箱がねちょっとまあ痛みは激しいんですけど、中のトミカはそんなにねあれだと思います、大丈夫だと思うんですけど、あここもちょっとねベロンってなってるから一回はこれ出してるっぽいね。さあではではでは見ていきますか。状態はね、あでもちょっとこう触ったような痕跡は多分見えにくいと思うんですけどあるんで、一度出してるからちょっとこう触れたような跡はあります。さあでは上からちょっと順番に楽しんでいきましょう。まず一番上ね、はいこちらメルセデスベンツの A クラス銀ギラメッキ車両ですね。一応ね24金のメッキとなってますね。わー金キラ金かっこいいね。あれですよね、もうトミカハックとかではよく見る過去によく見たカラーかな。いや金メッキはテンション上がります。さあそれではねくるっと見ていきますが、まあ特にあのどの車両も細かい塗装とかあまり、ね、プリントとかないと思いますね。すべてねメッキになっておりまして、フロントはいこんな感じです。もちろんヘッドライトもね金色で、で細かいとこはちゃんとできてますね。こんな感じでベンツのマークちゃんと入ってますね。で窓のパーツですがこんな感じ、ちょっとこう紫っぽいカラーのクリアパーツかな。で内装がねグレーだと思いますね。で側面ですがこうなっておりまして、まあ結構僕映るんですけど、あちょっと顔は見えにくいね、うん、手振ってるの分かるかなこれ、まあ、こちらも非常にね細かく作り込まれております。でホイールもねボディカラーに合わせてこちらね金メッキの処理が施されてますね。かっこいいね。で後ろ行きましょう。はいテールはこうなっておりまして、あここ僕映りやすいねちょっと汚れてる。はいこんな感じ、窓もまあね全てね金色のメッキになってますね。で特にまああれですね、本当に車両の名前とかも書いてないですね。で後部のねドアがこんな感じで、ここね開くねギミックにもなってますね。素晴らしい。で反対側の側面ですがこうなっておりまして、こちらも金キラ金でございます。で上から見るとはいこんな感じ、あ一番僕分かりやすい、これね髪切ったの分かりますはいこのようになってて、ちょっとレンズしか映ってませんけども、はいこんな感じになっております。でくるっと底の部分ははいこんな感じ、あこちらももう金キラ金のメッキ処理で、ベースになっている車両ですね、1999年のナンバー107番、スケールはねこれ57分の1かな、メルセデスベンツの A クラスとなってます。でこちらねはいギミックの方はサスペンション機能と、あとは先ほども開けましたが後部のドアのね開閉機能がこのようについてますね。はい素晴らしい車両が1台目登場してくれました。ということでね1台目は24金メッキトミカ、一応ね正式名称は2000年3月1日東証一部上場記念24金メッキトミカメルセデスベンツ A クラスです。いやとりあえず金キラキラは本当いいですねさあではね続いての車両ね行ってみましょう。では続いて銀ですね、銀メッキのトヨタプリウスになりますでしょ。さあさあそれではねこちらをねくるっと見ていきましょう。はいこれも全体的に銀ギラ銀ですね。フロントはいこんな感じになっておりまして、でガラスは先ほどとね同じように少しねこう紫っぽいねクリアパーツになってますね。
で側面ですが、はい、横はこのようになっております。ギンギラギンですね。でホイールはまあこれはスタンダードなタイプのものですね。まあ通常タミカでもね銀メッキなんでね、そのままそれがね使われていますね。でテールですけども、はい、後ろはこうなっておりまして、こちらも特に車体のね名称の記載とかなくて、ギンギラギン仕様と。素晴らしいね、もう光ってますね。で反対側の側面ですが、はい、こうなってて、まあ、こちらもねもう言うこと銀ギラしかないんですけど金ギラの次は銀ギラしかないんですけどね、もうピカピカに光ってますね。で上、はい、もうめっちゃ僕見えます。はい、こんにちは。はい、こちらこのようになっております。輝いてますね。ちょっと後ろ散らかってるの見えんなこの右ら辺とかちょっと積んじゃってますかね、これそんなのどうでもいいですねはい、まあこんな感じでねなっております。でそこの部分ですが、はい、このようになっておりまして、これはもう僕の顔伝わらないねちょっと伝わりにくいんですけど、はい、こちらも銀メッキになってて、車両自体は1998年からこれね、ナンバーは86番でスケールが56分の1ですね。トヨタプリウスとなってます。でこちらの車のねギミックの方はサスペンション機能がついてますね。ただちょっとあれかな、弱ってんな、これ元からこんな感じではなさそうですよね。なのでサス的にはちょっと外れかもしんない。うん、まあボディは綺麗なんですけどね。まあということで、はい、2代目ですね、銀メッキのトミカトヨタプリウスでした。正式名称は1999年3月15日東証2部上場記念銀メッキトミカトヨタプリウスです。まあこれもね銀ギャギンの素晴らしいね車両が登場してくれました。ほんとね金メッキと銀メッキともにね、またあれですよね、トミカ博のアトラクションに復活してほしいね。うん、メッキ車両じゃねなくなっちゃってますもんね最近ね。うん、ぜひタカラトミさんこの声が届いたらよろしくお願いします。さあさあ、それではね続いてのトミカ行ってみましょう。ではでは3代目ですね。これめっちゃ気になってたんですよね、銅メッキトミカですね。銅メッキっていうのはねあんま見ないんでね。はい、これねなかなかかっこよさげですよ。はい、3代目ですね、ラスト34の GTR ですけども、まずね全体のカラーは銅メッキですね。はい、こんな感じになってるんですが、非常にね味のある深みのあるね、まあメッキに深みっていうのもちょっとおかしいんですけどね、なんか素敵なねカラーになってますよね。でフロントね顔の部分はこのようになっております。ヘッドライトはね金メッキ仕様なんですね。いいですよね、なんかこう違うカラーのメッキがねこう2色あるってなかなかねないんで、すごくねなんかこう豪華に見えますね。でもちろんね形とかほんと細かく作り込みはされておりますね。うん、素晴らしい。でフロントガラスのパーツなんですけど、こちらはねもうクリアですね、本当に透明度の高いクリアパーツになってて、中はこれはグレーかな、白色かな、ちょっと光の関係で分かりにくいんですけども、まあ比較的明るいね内装カラーになってますね。で側面ですが、はい、横はこんな感じになっておりまして、こちらもねこう堂々って言っていいのなんて言っていいかな、まあ一応ギラギラですけどもね、まあ銅メッキのね美しい深みのあるねカラーがしっかりとね塗られております。でホイールは銀メッキになってますね。はい、こんな感じです。でテールですけども、はい、後ろはこのようになっておりまして、こちらは特にレンズとかのねこう色の違いはないですね、すべて銅メッキ仕様と。でリアスポイラーもこちらね銅メッキ施されてますね、ボディと一体成形ですね。で反対側の、ね、側面ですがこうなってて、こちらもギラですね、もう美しいですね。で上から見てみると、はい、こちらねよく見えますね。はい、こんな感じになっております。もう後ろねやっぱりここ汚いね、ここねはい、まあねとりあえずはこちらもね美しい銅になってて、あとね底の部分ですね、あこちらはあれですね普通のシャーシなんですね。はい、こんな感じで黒色のシャーシになっております。ベース自体は1996年かなのナンバーは20番、スケールは61分の1になんですかね、日産スカイライン GTR R34 となっております。でこちらね、はい、ギミックの方はですね、サスペンション機能と、あとはですね左右のドアのね開閉機能も、はい、こんな感じでついてますね。それではねこの状態でもねくるっと見ておきますが、はい、このようになってて、ドアの内側もしっかりと銅メッキが塗られていて、まあ塗られてるっていうのは表現間違ってますよね、施されてるという感じかな、メッキ処理が施されておりまして、まあまあ美しいね本当に素晴らしい車両に仕上がっておりました。いやめちゃめちゃいいね 34GTR ね、なかなかね普段もあまりこうこの車両のトミカ見ないんでね、それのさらに透明機ってなんかテンション上がります。
ということで、はい、3代目ですね。こちら正式名称はね、1997年9月16日店頭公開記念同メッキトミカ日産スカイライン GTR でした。はい、ということで今回は今から20年前ですね。で、動画をねご覧の方の中にはまだ生まれてない方もいらっしゃるかもしれませんけどもね、トミカ30周年記念の時にね、株主の、ね、方にね配られたメッキね、トミカこちらのねセットをねちょっとね手に入れたのでね紹介させていただきましたが、さあ皆様にいかがだったでしょうか。まあ、本当にねいいですね。特別感のあるセットで、いやこれは素晴らしいと思います。まあね、本当メッキ車両というのはすごく正直めちゃくちゃテンションが上がるんで、まあ、僕的な個人的な感想なんですけどね、まあすごくね嬉しくなっちゃうんで、まあコストがね多分まあかかっちゃうんでしょうけども、ぜひね本当株主優待だったり、あとねアトラクションの景品だったりね、そういったのにねこうまたいろんなねラインナップしてくれると個人的に嬉しいと思うんで、まあ、ぜひね宝富さんにねこの声がね届けばいいかなと思います。まあ今年はいろいろあったんでね、ちょっと大変だと思うんですけど、まだまだねトミカはねもう盛り上がっていくと思うんで、またいろんなねメッキ車両がね復活してくれるのをね楽しみに待っております。まあということで今回はねこの辺りにしていきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どうぞお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとツイッターやねインスタもやってますんで、そちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。